四蔵とは、駅の宇宙生成論において使われる概念。その解釈は、歴史的に一様ではない。主として、関駅では四時あるいは五行とし、総駅では、音量二項を角組み合わせた太陽、昇陰、昇陽、単陰とする。四蔵は、収益掲示上殿にある、駅有太極是正両儀両儀正四蔵四蔵制、八家八家低極郷極郷制太陽に由来する。 根元の対極から万物を象徴する発見に至る中間の過程として現れる。関代、両儀は天地、または陰陽、四蔵は春、夏、秋、冬の四時と返され、四季の変化は影と日という二季の相互作用によって生じると考えられた。五行学説では四時の木は木、日金、水とされたが、前巻末に五行説が、 疫学に取り込まれていくと四蔵も、直接的に五行の木、火、金、水を指すようになった。北曹の商用はその著書、光玉形成書において、一分ためにという命題を、唱え、一二四八万といった数による生成論を説いた。商用はこの枠組みにおいて、不っぎが発見を創始した原理を解き、先天図を表している。なおの考えにおいて、 一分ためには、これを合わせれば、各地一となり、これを演ずれば、各地万となるのであって、対極イコール一と、八景イコール万の関係も、そのように規定され、商用は、両義を天地として四像を、天の四像と地の四像に分け、それを合わせて、八景とする。天の四像は、影と日の交合によって生じる日、月、生、立つ、地の四像は、 強しと柔らの工合によって生じる水、火、土、石としており、五行説に変えて、この実月精神、水化土石の工作をもって、天地万物の生成変化を説明する。先天図における四造の生成文化南宋の手記は、北宋、周遁位の対局図説によって、対局を、刑事上の利と想定し、刑事課の木は一因一用するよりどころとした。 これによって、商用の一分ためには、理の規定に従って万物が生成分化する過程を表すごとなった。そこで主規は、家の項として示される一因一様を、両義とし、音名二角の組み合わせを四増、音名三角の組み合わせを八家、四角を十六家、五角を三十二家、六角を六十四家とし、商用の一二四八を項に進法的に、 積み重ねることによって毛が形成されることを表しているとした。そして四蔵に関してはその音陽を太しと少なによって区別し、太陽、照陰、照陽、単陰の順とした。これに基づき手記は火を白、影を黒で示し、対極から音陽が分化していくことで毛が形成される、様子を描いた先天横図を収益本義に掲載している。イジングダイグラムシンボル図。 ありがとうございます。